もしも一日だけメンバーの誰かと声を取り替えられるとしたら誰の声になってみたいですか？あ、もうこれ即答ですね。絶対エリですね。亀エリちゃんなんですけど、みんなすごい、声すごい可愛いと思うんですよ。あの、ミッチーはすごく低いなって思うんですけど、でもその低さも、なんていうのがすごい特徴あるし、なんかすごい可愛いなと思って、みんなそれぞれなってみたいなと思うんですけど、でも、声の可愛さはダントツでエリだと思うんですよね。なんか可愛いのは本当可愛い、みんな可愛いんですけど、甘えてないのに甘えてる感じがするんですよ、声に。だから電話とかしてても、なんか、多分眠くもないだろうし、元気なんだろうけど、なんかどっか、エリ大丈夫ってなんか心配しちゃう、なんかそういうのが自然とできるのが、エリの声だと思うんで、エリの声はなんかいいなっていつも思いますね。あの、ゴーガール恋のビクトリーのカップリング曲の恋 ING もすごい好きで、あの時になんか初めてじゃないんですけど、エリのあの仮面エリちゃんの歌声を初めてなんかまじまじと聞いたというか、で、その時に、あ、エリの声ってこんなに癒されるんだって覚えたのをすごい覚えてて、すごい恋 ING はそのエリの声の新発見みたいな感じですごい好きなのと、でもサイメが一番落ち着くのは、一番仲良しの亀エリちゃんのソロ曲の片思いの終わりにを聞くと、本当に落ち着きます。なんか曲調もほんわかしてて、で、イントロもなんかギラギラギラっていうなんかそういう始まりで、なんかこれからなんか未知なる世界へ行きますよみたいな、すごい綺麗な曲なんですよ。だからそれを聞くと、なんか心もなんか洗われるし、すごいなんか気分が良くなるので、その曲を聴いて、あと、エイの声って、すごいなんか、心地いいんですよ。癒し効果があるっていうか、本当に落ち着く声なので、エイの声を聴いて、いつもバラエティに挑んでます。